皆さんこんにちは、広報校長課鈴木です。寒い日が続いていますが、皆さん元気に過ごしていますか？特にご高齢の方なんですが、冬運動不足になりがちです。ご自宅でできる体操を市のホームページや YouTube 等で配信しています。皆さんぜひご覧ください。さて、今回の戸谷市内のラインナップはこちら。松下駒屋で行われた和創作うさぎびなを作ろうと、ここプラットで開催された京極智彦ダンスレジデンスワークショップの模様をお届けします。最後に広報戸谷市2月号の見どころをご紹介します。それでは、はじめに和創作うさぎびなを作ろうの模様をご覧ください。1月20日水曜日、豊橋市二川町にある松下駒屋で和創作うさぎびなを作ろうが開かれました。これは季節に応じた手芸作品作りを通して日本の風情を体感しようという教室で、今回は10人が参加してひな祭りを前にうさぎびなを作りました。今回の教室ではぼんぼり1対にうさぎびな1対合わせて4体を作ります。はじめはぼんぼり作りです。土のボールを布で巻いた台座に支柱を立ててボールを乗せます。花飾りをボールに差し込み、ぼんぼりを飾り付ける際には参加者は見栄えよく飾り付けられるよう真剣な表情で作業に没頭していました。とてもなかなか一人では家で広げてということはここまでできないので、こうやってみんなでやるっていうのがすごくいい機会だと思います。そうですね、まあ、できたのが完成してお家に飾ったりすると家族だとか近所の方に見ていただいて、上手にできてるよって言われるととっても嬉しいですね。続いてうさぎびな作りに取り掛かりました。左右のバランスをよく見てうさぎの顔に目をつけていきます。また耳作りでは白い布をピンセットを使って折りたたむなど細かな作業が続きます。参加者は慣れない作業に悪戦苦闘していましたが、講師からのアドバイスなどを受けて可愛らしいうさぎびなを完成させていました。80点です。いろいろまだまだ細かいところがうまくできないところがありました。つまみ細工前からやりたいと思ってて、今日参加させてもらって、はい、すごい楽しい3時間でした。今月の和創作はうさぎびなを作りましょうでした。皆さんとっても頑張りました。初めての方も多かったんですけども、素敵に仕上がったと思います。次回の和創作は4月からになります。2月3月はこちらの方は福寄せびなで賑やかく飾られます。どうぞお越しください。松下駒屋の和創作うさぎびなを作ろうでした。皆さんが作ったうさぎびな、とっても可愛らしくて素敵でしたね。続いては京極智彦ダンスレジデンスワークショップの模様をご覧ください。1月24日日曜日、ほの国豊橋芸術劇場プラットで京極智彦ダンスレジデンスワークショップが行われました。これは国内外のアーティストを支援するとともに市民の芸術活動の活性化を目指すプラットの事業ダンスレジデンスの一環として開催するワークショップです。講師は振付家ダンサーとして活躍する京極智彦さん、また同じくダンサーの永田桃子さんがアシスタントを務めました。今回のワークショップのテーマは街角ダンススケッチ。街で見つけたさまざまな風景をダンスで再現することが目標です。あれですよね。参加者はまず京極さんと共に街を巡り、看板や店先のオブジェ、
建造物などの風景をスケッチしました。普段は何気なく見ている風景をまじまじと見て回り、参加者は改めて豊橋の街の魅力を発見した様子でした。街歩きが終わるとプラットに戻り、スケッチの内容を発表しました。どんな点に心が惹かれたのか意見を交わすと、参加者同士お互いの独創的な着眼点に感心し合っていました。最後にそれぞれがスケッチした風景を体で表して豊橋の街を再現しました。並び立つ看板を腕と首の動きで表現したり、風景を見つけた自分自身を演じてみせたりと、参加者は思い思いの方法でこの日の体験を発表しました。正直最初は不安しかなかったんですけど、やってみたら楽しかったし、こう最後皆さんやってるの一瞬抜けてみたときは、わ、なんか作品になっていると思って、こう、あ、京極さんすごいなと思いました。そうです、参加者の他の方の視点とかが自分と当たり前なんですけど違うんです。それがなんか、あ、面白いっていうか、そういうのも含めてなんか感覚が開くっていう、すごいいろんな刺激をもらえて、脳もすごい動かした感じがするワークショップでした。あ、これ面白いですよね、クリエイトしていくのはね。でこの題材がね、この皆さんの着眼点で人それぞれで、で面白い動きが見られたのはなんか良かったですね。豊橋に住んでらっしゃる方に街をスケッチするっていう視点で見ていただくことによって、気づいてもらって、で街のことをもう一度こう再発見、いいとこ再発見してもらえたらいいなっていう思いがあってやりました。はい、やっぱり自分が見てきて、自分が気になって思いがあると、やっぱり体はそこに正直に動くんだなって、そこがすごく魅力だなと思うんです。そういった意味では、それぞれ見つけてきた宝物をみんな持ち寄って披露するみたいな感じがあったので、すごい美しい瞬間がいっぱいありました。全国で活躍するアーティストと交流ができる貴重なワークショップでしたね。最後に広報豊橋2月号の見どころをご覧ください。広報豊橋2月号の特集ページのテーマは、病は口から？オーラルフレイルを知って予防しようです。オーラルフレイルという言葉を知っていますか？オーラルフレイルは食べたり話したりするための口腔機能が低下した状態のことで、これが続くと心身の機能の低下につながることが分かっています。今回の特集では、歯科医師によるオーラルフレイルの解説や、空いた時間に簡単にできる口腔体操などをご紹介します。この特集ページを読んで、自分の歯と口の健康状態を知り、オーラルフレイルの対策をしましょう。続いては一押し情報です。豊橋市では交換により使用しなくなったマンホールの鉄蓋を10枚限定で販売します。お一人様1枚まで、抽選での販売となります。価格は税込み3000円です。なお、販売する鉄蓋は豊橋市のホームページで閲覧することができます。購入を希望される方は2月15日月曜日までに、ホームページで配布する申込書を豊橋市下水道整備課へご提出ください。詳しくは豊橋市下水道整備課、電話0532-51-2774へお問い合わせください。広報豊橋を皆様の生活にお役立てください。さて、今回の豊橋ナウいかがでしたか？次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。